窓から逃げた100歳老人は、スウェーデン人作家ヨナス・ヨナソンのデビュー作となった2009年の小説である。アラン・カールソンは、老人ホームでの100歳の誕生日パーティーを目前に、パーティーに興味なく、老人ホームから逃げ出した。去りとて行く、当てのないアランは、バスの発着場に向かって、アリガネは大いて乗れるとこまで行こうとするが、その直前にトイレを急いでいたギャングから、 大金入りのスーツケースを預かり、あろうことか、それを所持したままバスに乗り込んでしまった。その結果、ギャングに追われる身になったアランは、一方で、老人ホームの通報を受けた警察からも身柄を追われることになる。アランは両親を早いうちに亡くして孤児になり、学はないものの、独学で爆発物に関して様々な実験や研究をしていた。その知識や、 持ち前の気ままな性格から、スペイン内戦から、冷戦期にかけての世界の指導者たちと面識を持っていた。スペインのフランシスコ・フランコに、命の恩人だと誤解されたことに始まり、ハリー・エストルーマン米副大統領と共に夕食を取ったり、ウィンストン・チャーチルとヒッチハイクしたり、毛沢東の妻と川船で移動したり、徒歩でヒマラヤ山脈を越えたりと、いくつもの修羅場を、 持ち前の幸運で乗り越える波乱の人生を歩んでいた。この物語は100歳のアランの道中で知り合った仲間との逃亡劇をアランの過去のエピソードを挟みながら展開していく。著者のヨナス・ヨナソン、窓から逃げた100歳老人は2009年にハードバックやオーディオブックとして2010年にはペーパーバックとして出版された。これは2010年にスウェーデンで ベストセラーとなり、2012年7月までに世界中で300万部が販売された。2010年には俳優のビオルン・グラナスが朗読するオーディオブックがアイリス・ルドバックス・プリスを受賞した。この本は2012年7月12日にはイギリスでヘスパース・プレスより出版され、2012年9月11日にはアメリカでハイペリオン・ブックスより出版された。 日本では、柳瀬直樹の翻訳により、2014年7月に、西村書店から出版された。2010年11月25日、フェリックス・ハーン・グレンがこの本の映画化を監督すると、発表された。この映画は、ナイス・エンターテイメントと FLX フィルムが、制作しており、撮影は2012年夏に開始された。ロバート・グスタフソンが、主役のアラン・カールソンを演じる。 この映画は2013年12月25日にスウェーデンで初公開された。一部メディアではウォルトディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズ・インターナショナルが反復権をめぐる交渉を行っていると報じられた。日本では2014年11月8日に100歳の華麗なる冒険のタイトルで公開された。ありがとうございます。